皆さんこんばんは。海外見え方の交渉スペシャリスト、林和友と申します。本日はですね、クラウドファンディングにおきまして、広告をね、うまくなるためにですね、Facebook のですね、広告ライブラリーっていうのをですね、よくお気に入りで見てみる。今日はですね、こういったことについてですね、お話をしてみたいと思います。もし本日の内容にご興味ある方はです、最後までご視聴ください。それでは早速始めていきましょう。Let's get started!はい、そうですね、早速、本日のコンテンツの方に行きたいと思います。今ですね、Google でですね、この Facebook ライブラリーというのをですね、今画面に共有しているようにですね、検索していただきますと、このようにですね、Facebook のライブラリーっていうのがありまして、ここをね、まあ、クリックするわけです。そうするとですね、まあ、この広告ライブラリーっていうのがですね、出てきます。で、ここでですね、検索を開始するには地域設定をして広告カテゴリーを、してくださいと。この広告のね、カテゴリーっていうのはね、すべての広告にしていただいて、ここでね、幕開けというふうに検索をしてみるわけですよ。そうするとですね、まあ、幕開けさんの Facebook の広告がね、こう1400とかね、こう見れるわけです。はい。なので、これね、なぜ重要かというとですね、やっぱ広告のもうすでにプロであるこの幕開けさん自身が、どういった広告を Facebook に投稿しているのかっていうのをね、この Facebook ライブラリでね、実は見ることができるんですね。なので、今後皆さんがね、事前集客で広告を Facebook に打っていく際にですね、例えばこういう幕開けの声で、ね、0点でチェックチェックチェックってあるようなね、こういう風な書き方をしてみたりとか、ね、こういうのをね、よく幕開けさんは使っているわけです。ちょっとポイントでこういう風に書くような。うん、そんな感じですね。幕開けさんの広告っていうのをね、しっかりとどういったキャッチコピーを使っているのか、文字はどんなものを使っているのかっていうのをね、見ることができるんです。これがね、非常にいいので、ぜひこういった感じですね、いろんな広告の詳細を見るという形ですね、幕開けさんがどんな画像でやっているのかというのをね、チェックすることができるんですね。はい、当然ながら、グリーンファンディングとかも見ることができます。こんな感じですね、いろんなプラットフォームの広告っていうのをですね、ライブラリーで見ることができるんですね。これ非常にね、強いと思ってます。なので、まあ、このようにですね、各プラットフォームさんね、広告の打ち方とかもね、ちょっと微妙に違ってきたりとかするんですけども、まあ、こういうのをですね、チェックすることができます。このキャンプファイヤーとかもそうですけどね。うん、まあ、こういったキャンプファイヤーさんのこういう広告を見たりとかね、各プラットフォームちょっとね、微妙に違ったりとかします。ね、あとはね、こういうのがこう、Amazon とかね、まあ、いろんなね、プラットフォームの Facebook 広告っていうのはね、見ることができますので、まあ、このようにですね、自分がね、広告主になってこれから事前収穫をするわけですから、いろんなプラットフォームがですね、どのような広告をね、Facebook に出しているのかっていうのはですね、ライブラリでチェックすることができますので、ね、暇な時にですね、ちょこちょここうやって見ていくことによって、広告の勉強にもなると思いますので、ぜひですね、この辺しっかり見ておいてください。本日はですね、Facebook の広告ライブラリーをお気に入りでですね、見ていく、これについてですね、シェアさせていただきました。本日の内容が良かったというふうに思っていただければ、ぜひ、いいねの方よろしくお願いします。また、チャンネル登録の方もぜひこちらの方からよろしくお願いします。また、Twitter の方もぜひこちらの方からフォローしていくと幸いです。また、日々稼ぐノウハウについてメルマガの方も配信してますので、ぜひこちらの方もご登録ください。それでは本日のコンテンツは以上となります。Thank you guys watching, and I see you guys tomorrow. Bye!